どうも皆様こんにちは、岩本ファーム TV です。北海道北斗市よりお送りいたします。本日もどうぞよろしくお願いいたします。今日は5月25日です。はい、こちらハウス補助のネギですね。こちらは清水さんが来てくれた時に還暦の講習会をやったネギです。あれが4月25日なのでちょうど1ヶ月ですね。はい、ちょうど1ヶ月になったのでまあ今どういう状況なのかってことをお伝えするとともに、それからこちらのネギに関しましては一度も防除していません。それは本当に可能なんですかってことでですね、そのあたりを皆様方にお伝えしていきたいなというふうに思います。いや基本ねネギはやっぱりね防除しないとカビ虫やっぱりねつきやすいんですよ。そういったこともねやっぱり考慮しつつネギってね栽培しなきゃいけないじゃないですか。ただね春のこのハウスの栽培っていうのはまあ病気は出ないね、俺の感覚だけどね。今のね太さとかそういったこともね近くで見ていきたいなというふうに思います。はい、それでは本日もどうぞよろしくお願いいたします。やってみましょう。はい、それではね早速見てってみましょうね。葉っぱの様子まずこうやって見てても全然ね、ほら病気一つないんだよね。虫もないし、まあ葉先はやっぱりね多少枯れたりとかする。このあたりやっぱりね水はけとかだね。でやっぱりね水はけやっぱりあの関係してくるからこういった形で、まあでもねそんな気にするほどでもないね。でまあこう見てもらった通り畝ね草一つないと、まあ一つぐらいはあるでしょうけども、まあないよっていう感じです。でちょっと近くでねネギの様子見ていこうか。狭い80だからここ、はい、今の状況こんな状況ですね。親指くらいか今で枚数で言うと1枚2枚3枚4枚5枚6枚かな今だとね。はい、そんな形でございます。まあ本当にねネギってねここに来るとでっかくなるね。でこれ 2.5 流で今これできてきてるんだけども 1,2,3,4,5,6 巻いてきてるね。いいね。あとどうだろうな、1週間2週間でまあ形づいてくると思うけどね、こういう風に見てればね。今で親指くらいか大体ね。大体親指くらいで揃ってきてるから、まあ L は確定してるって感じかな。これをね 2L で作るってなかなかハウス栽培って難しくて、やっぱりね植えない方がね基本的にはね大きくなる。絶対なる。だってさ直射日光しっかり当たるでしょ、で風で揺られるでしょ。そういったことも含めてで水もしっかりと含んでそれがやっぱりしっかりと上がってくるからさ、そういったことも含めるとやっぱりハウス栽培より外の方が太くなってがっちりしてくる、硬くなるっつったらいいのかな。なのでねハウス栽培ってね柔らかいのよネギは。でもねすごく美味しいよ、めちゃくちゃ美味しいハウス栽培のネギはね。そこのあなた、高評価、コメントもよろしくね。今ねこれね水っていうのがこの両サイドに黒いホース見えるかな、黒いホースね、黒いホースあるんだけども黒いホースで両サイドからこうかけるようにしてるのさ。なので生育さがやっぱ出る、必ず出るから、真ん中はこう真ん中にみんなこう来るでしょ、両サイドからこう来るさ、こう両サイドからさ真ん中に向かってさ飛んでくんだけどさ、やっぱり真ん中が一番水かかるわけさ。で時間調整しながらかけたりとかもするんだけども、やっぱり物理的量がやっぱり真ん中がねいっぱいかかるから、真ん中がやっぱりね一番生育するわけよね、こんな形で。で次がこの真ん中でその端って形で、あの生育さがやっぱりできてくる。まあ、収穫の仕方としてはやっぱりね真ん中を先に取って、全部のハウスにねそんな形でやってって、次にこの次の畝でそっちの畝でやっていく形かな。大体毎年そんな感じです。はい、まあまあ非常にこう今いいねネギができてきてるかなって感じします。でやっぱハウス栽培は基本的に私このパッと見た形で見えないか、UV のやつも使ってるんですよ。まあそんなに効果ないんだけども、 UV のやつ使うとあの虫ってのは寄ってきづらいし、まあ基本ハウスの中ですとそんなにね今の時期あのジメジメもしてないから虫は出ないしカビも出ない。だからまあ大丈夫だね。ハエはいるけどね、掘ってみたらハエ食ってるってこともあるんだよね。で去年は1ヶ月、去年より1ヶ月早いから
まあ、このハウス栽培は。そうするとあの時でね、7月半ばか7月15日くらいから収穫してたんだけども、腐敗病が出たんだわ。うん、腐敗病対策は今年はしようかなと思っています。なので、そうだな、収穫ちょっと前になったら1週間くらい前で、バリダシンを打っていく形を取りますね。うん、まあ、虫の薬はいらんかなと思ってんだけども、なんで、まあ、今の時期ですと、そのやっぱベト病と、その腐敗病か、軟腐はまあ今、こう見た感じ何も出てないから大丈夫だと思う。うん。あ、草あった。こうやってね、出るんだけど、まあまあ、でもこれぐらいになってくるともうほぼ草も怖くないね。はい。うん。まあ、こんな形で、一応その腐敗病去年出たから、その対策はちょっとしないとダメかなって気はしている。まあ、でもその暑くなる前に取り終わっちゃうから、そうは大丈夫だと思うんだけどね。これもね。うん。はい。いや、まあ、いいネギできてるね、これね。うん、太くなってきてるわ、今。だいぶ巻いてきたね。うん。だいぶ巻いてきて、今、いいネギが、まあ、完成間近って感じかな。はい、いいんじゃないでしょうか。まあ、全部 L で取れれば、俺はいいかな、ハウスはね。で、外はね、2L を目指していくんだけども、ハウスはなかなかちょっとやっぱり、2L は取りづらい。うん。で、今年三流の畑もあるんだけども、またそれはね、追ってみせますけどもさ、三流だとちょっと細いかな。うん。L で取れるかどうかだな、あれは。で、病気とか、そういったそのネギが弱っている証拠っていうのは、このね、葉っぱあるでしょ、葉っぱ。この葉っぱが、あのね、開くのよ。うん。なんつうんかな。こう、こんな形じゃなくて、こうなってくる、葉っぱが。うん。そうすると、ちょっと弱ってきたなっていう証拠なんだよね。まあ、今のとこないんだけどさ、うちの方は。なんでね、全部葉っぱがこう、なんつうのかな、まっすぐ立っている状況。開いてなくて、まっすぐ立っている状況を、こう、常に確認しておくっていうのが大事でさ。はい。はい、うん。病気とか、あとそうだね、薬害とか、そういったものが出ると、やっぱりね、どうしてもその、開いてくるね。くせ毛が強かったりとかすると。うん。こんな形でも、全然まっすぐこう、ヒュッてこたってるでしょ、全部こうやって。うん。まあ問題ないんだけどさ、はい、形でございますね。ここはまあ比較的まだ水はけいい場所だからそんな問題ないんだけども、やっぱり水はけ悪い場所であったりとか、そういうとこになるとちょっと開きやすかったりね、根にダメージいくとね、はい、葉先が枯れやすくなってきますね。まあこんな形で今ね、全然本当に防除ねしてません。うん。ミネクトディオとか、ユニフォームとかも入れてないから、全然ね、薬とかも使わずにできるんで、まあ、やられる方いらっしゃるんであれば、まあ、参考になさってみてください。非常にこう、いいネギね、できてきますね。今回ね、ネギの方を、こう、ハウスで栽培して、ちょうど、清水さんが来た時から1ヶ月経ったネギっていう形で、90日ですね、間もなく、6月の3日で90日になってきます。なので、いや、まあ、いい生育じゃないかな。6月の13日で100日。100日で取れるかどうかだね。うん。最初の方のネギであれば、110日になってくるんだけどもさ。はい。それで取れれば、いい栽培ができるのかなって気はしてます。なので、6月に入って、そうだな。第1週の終わりくらいかな、で止め寿司をやっていければ、うん、いいネギできてくると思う。それで L で取れていければ、まあ、船舶は出るかなって感じしてんだよね、一旦あたりね。はい。まあ、このあたりでちょっとね、収量をまずは稼いで、このね、柵型ハウスネギ高いんですよ。どれくらい値段つくかでちょっとやってみないと部分わかんないんだけどもね、まあ、例年通りであれば非常にこういい値段がつく。その時にやっぱり船舶出せるかどうかっていうのが非常にこう肝かなっていう気はしているんでね、頑張って出していきたいなというふうに思っております。まあね、今で親指サイズなんで、うん、全然問題なく巻いてくるのかなって気はしておりますね。はい。まあ皆様方の本当にね、参考になれれば幸いです。だからね、何が大事ってやっぱりね、初期生育なのさ、うん。初期生育60日でまず決まるっていうのはね、皆様方にお伝えしてきました。だから土の動かし方ってすごく大事で、根を切らない、根を切っても大丈夫なような土寄せをしっかりとやることが大事ですし、そのためにどうしたらいいかというと、やっぱり活着、これを良くしてあげるっていうことがね、すごく大事。そのためにどうしたらいいんですかって、やっぱ育苗、しっかりとやりましょうよ。発芽率を向上させましょうよっていうことかな。大事なところはね、うん。それに尽きるんじゃないかなっていうふうにね、本当にね、ネギ栽培はね、ここ数年、清水さんでやってきて思っております。
もっとね深く突き詰めてね、あの細かいところはありますんでね、その辺りはまたおいおいねずっとねお伝えしていくんですけれども、まずはねあの初期生育しっかりとやれれば、まあ L は確定する、これで、うん、絶対 L 確率確定するから、逆にこれでね M を作る方が難しいのさ、あのしっかりと太さ出せれるような管理してくればね、うん、まあでもやっぱりハウス栽培は、うん、どうしてもやっぱり上に伸びがち、うん、伸びがちです。はい、まあ、今度はね路地ねあのしっかりとまたやって皆様方の方にお伝えしていきたいなというふうに思います。はい、私インスタグラムとツイッター X やっておりますので、よろしければそちらの方のフォローもねぜひお願いいたします。またこの動画が良かった楽しかったまた見たいよっていうふうに、ね、思ってくださる方がいらっしゃいましたら、ぜひねグッドボタンチャンネル登録よろしくお願いいたします。本当に、ね、皆様方いつもご視聴ありがとうございます。バイバイ、したっけね、ご視聴ありがとうございました。